戸籍。戸籍とは、都と呼ばれる、家族集団単位で国民を登録する目的で作成される公文書である。かつては、東アジアの広い地域で存在していた。21世紀の現在では中華人民共和国、事実上形外化していると日本と中華民国、台湾のみに現存する制度である。古代以来の中国の河北社会では古と呼ばれる。 形態の緊密な小家族が成立し、これが社会構造の最小単位として機能していた。そのため政権が社会を把握するために、個々の都の把握が効果的であり、支配下の民の把握を個人単位、あるいは属的広域共同体単位ではなく、都単位で言った。この都単位の住民把握のために作成された文書が戸籍である。中華王朝や漢民族世界が赤北から拡大しても、 政権の民衆把握は戸籍を基礎として行われ、日本、朝鮮半島国家など周辺地域の国家でも戸籍の制度は踏襲された。日本では律令制を制定して戸籍制度、古代の戸籍制度を導入した当時、在地社会の構造は、河北のように都に相当する緊密な小家族集団を基礎としたものではなかった。平安時代になって律令制衰退後、朝廷による 中央政府が戸籍によって全人民を把握しようとする体制は放棄され、日本の在地社会の実情とは合致しなかった戸籍制度は事実上消滅した。地域社会の統治は現地赴任国士筆頭者、受領に大幅に権限以上、さらに受領を認識される国馬では、資本力のある有力百姓のみを公電経営の受け負い契約などを通じて把握し、彼らを他と 不明とし、民衆支配は、もっぱら彼ら有力百姓によって行われるようになった。その後、上は貴族から、下は庶民に至るまで、家という拡大家族的な共同体が後半に形成されてき、支配者が被支配者を把握しようとするとき、この自然成立的な家こそが把握の基礎単位となった。全国的な安定統治が達成された、徳川時代の幕藩体制下でも、 住民把握の基礎となった人別町は、血縁家族以外に、当縁の者や使用人なども包括した家単位に編算された。明治時代になると、中央集権的国民国家体制を目指すため、家間の主従関係、支配・非支配関係の解体は急務であった。戸籍を復活させて、家単位ではなく、都単位の国民把握体制を確立、家共同体は、 封建的体制下の公的存在から国家体制とは関係のない私的共同体とされ家を通さずに国家が個別個人支配を行うことが可能となった。このように戸籍制度の復活は封建的な主従関係、支配・非支配関係から国民を解放するものであったが完全に個人単位の国民登録制度ではないため婚外し、非着出し問題。 選択的夫婦別姓問題などの都に拘束された社会問題も存在する。これに対し国民主権時代の現代ではより個人が解放された制度を目指して戸籍制度を見直す議論も存在する。これらのうち婚外子、非着出子問題については2013年9月4日、相続において婚外子を差別する民法の規定が違憲であるとの 判断を最高裁判所が下した。戸籍制度は東アジアで都と呼ばれる中華文明圏で成立した家族集団の認定を基礎とする他地域に存在しない特有のものである。近代以降、国民、住民の把握は国家により個人単位あるいは家族集団単位で行われ、欧米でもアングロサクソン系国家では個人単位、大陸系国家では 家族登録制度を採用する傾向がある。特にアメリカが主国、イギリス、オーストラリアでは国家による家族登録を行わない伝統を持ち、戸籍のような家族単位の国民登録制度は存在しない。社会保障番号、ソーシャルセキュリティナンバー制度はあるが、これは年金の加入、支給を管理するため、つまり日本における基礎年金番号に相当するもので、 戸籍のようなものは存在せず、結婚などの登録も役所の住民登録で済まされる。多くの州では居住地でなくとも婚姻届を受理する。中華人民共和国では戸籍を国交と言い、すべての人民は機関、団体、学校、企業など単位と呼ばれる組織のいずれかに属するようになっている。単位の所在地により、俗に上司国交。 都市戸籍と農村孤高、農村戸籍とに表現が区分される。改革開放以前、住居分配、初等中等教育、医療、食料配給などは、基本的に単位ごとになされ、これらを享受できない、本籍地以外の場所での生活は、事実上、不可能であった。改革開放以降、食料配給の廃止や外資企業の出現による、単位への所属が流動化。 インフラ設備の向上による流通の発展と第三次産業の発展、農村部経済の破綻と沿岸都市部での労働者需要の増大による民工事を満流減少などから本籍地以外でも社会的サービスを受けられるようになったが依然として初等中等教育は基本的に不可能で医療では医療費面で差別があり信用度の問題で銀行からの融資を受けられないことや 福利厚生費を企業が負担しなければならないので、就職が固いなどの問題がある。都口の移動は、他省への大学進学、大学卒業で、国家機関や団体、大企業などへの就職による移動が基本で、最近では、多額納税者や、小都市では、住宅購入で戸籍の移動を認める、地方政府もある。以前でも、銭を払うことで、 農村から上司への戸口の移動が可能であった。戸口を記した国工墓は中華人民共和国公、安倍、中国の警察が管理している。共産党時代の中国では国工墓の他に全人民一人数とに人事、答案がある。これは先祖の階級をもとにした本人成分から始まり、家族構成、学校成績、当歴、就職、結婚、 言動、行歴、交友関係、犯罪歴など、生まれた時から現在までの個人情報のすべてが書き込まれている。人事団案は、単位の共産党人事部、もしくは、地方共産党支部の人事局や、労働局が厳重に管理しており、もちろん非公開で、共産党員の担当官以外は内容を、閲覧することができない。計画経済が衰退し、資本主義経済を、 中国経済に取り入れて、以降は、進学や就職の統制がなくなり、住民の移動の繁栄も完全に追跡しなくなったため、事実上境外化している。2014年7月30日、中国国務院は、看護神一歩推進戸籍制度改革的意見、戸籍制度改革のさらなる推進のための意見を発表し、その中で2020年までに、 都市戸籍と農村戸籍を合わせた居民戸籍、住戸籍に統一する改革方針を表明した。韓国では、律令が反復された三国時代に施行されたようだ。日本の焦燥院で発見された白木免世文書は、その良い例である。高麗時代には、家や家族を単位にして、家籍に属する家族との身分関係などを記録した公文書として、 戸籍という名称が初めて現れた。高麗時代には、民の身分に応じて、制度の内容も異なっていたようだ。すなわち、庶民は、衆軍県の地方官が、毎年戸口を調査して、部に報告しており。ヤンバン、貴族は、三年ごとに、戸籍二件を作成して一つは、官庁において、一つは、事故家においた。内容は、主、整形、同居する子。 兄弟、おいの義理など俗派度比を記録した。日本統治下では、身分の記載は削除された。大韓民国でも戸籍は継承され、徴兵制度の運用もあり、管理が厳しかった。に基づく制度となる。一方、解放後の朝鮮民主主義人民共和国では戸籍に相当するものはなくなり、居住地の党組織にて、日本でいう住民登録が行われ管理されている。 公民登録法により17歳以上の朝鮮公民、朝鮮民主主義人民共和国籍を持ち、北朝鮮に居住する者は、公民省、平安市民は1997年以後、平安市民省に切り替えが発給され、本人確認が行われる。2005年2月3日に、憲法裁判所が、韓国民法778条、一家の系統を承継するもの。 分家した者、または、その他の自由により、一家を創立したか復興した者は、子主となる、781条一項、子は、中略父の家に入籍する、826条3項、妻は、夫の家に入籍するの3条項について、不敬血統主義に立脚した、正当な理由な規制差別の制度であるとして下した、意見判決に伴い、翌月2005年3月2日に、 これら3条項を撤廃する民法改正案が韓国国会で可決され2007年大晦日限りで戸籍制度が撤廃されたその代わりに2008年もとびに家族関係の登録等に関する法律家族関係登録法が施行されて家族関係登録簿によるアメリカ合衆国と同様の個人単位の登録となった現在では出生 親と青年月日、氏名、婚姻、配偶者、子、養子縁組、国籍の離脱等の個人の関係、法的に身分関係と呼ぶが差別的な意味ではない。以下同じを明確にし、婚姻、離婚の届け出や日本国旅券の発行を容易にするものである。日本の戸籍制度は国民一人数と日本国内外の居住に関係なく、 出生関係により登録する制度である。居住地を登録し、地方公共団体との関係を明示する住民、登録制度とは異なる。居住地は、住民票と関連づけて、戸籍の不票に記載されており、居住地の追跡にも利用することができる。戸籍は元来は徴税、徴兵のために設けられ、家制度の根幹であった。しかし、 第二次世界大戦後の民法改正に伴う戸籍法改正により現在の目的は大きく変わった。国民健康保険や国民年金などの行政サービスに用いるデータは住民票をもとにしており戸籍の果たす役割は低下している。しかし依然として相続人特定や親族、婚姻における 身分関係を証明する唯一の手段であり、日本の遺産相続制度における寝資料となっている。大前提として、よほど手の込んだ、不正のない限り、出生から死亡までの履歴が記録され、住民基本内調制度との連携により、戸籍の不評を見れば、転居の履歴が判明し、市町村名までの出生地は、打ち記すべき事項と定められているので本人である。 ことの申請性が確実であり、転籍や分析をした後の戸籍にも記載され、相続などの手続きの際に取るべき手順が明確である。婚姻や本籍の移転により、新戸籍が作られるシステムでは、婚姻や相続の際に、一つの戸籍だけでなく何十にも遡り各地の戸籍を取得しないと婚姻歴やこの有無がわからないことがあり、一つの戸籍でそのものの出生から、 婚姻、離婚、死亡まで網羅される、個人返産のシステムと比べると不便であると言われて、いたが、いわゆるマイナンバーの導入によりこの問題は、将来的に解決される。戸籍等本の身分事項、従前戸籍、前の本籍地ではなく、前の戸籍は、前に記載されていた戸籍の筆頭者と、本籍地が記載される、一般に親、離婚し戸籍を新設した場合は、 全配偶者。転籍歴の記載はない。戸籍事項、戸籍改正、改正自由、平成6年法務省令第51号不足、第2条第1項による改正。現行制度では、外国人と結婚しない限り夫婦別姓が不可能な、ため、一方の者のは、結婚前まで使い続けていた名字が公的証明で、通用しない。そのため、 選択的夫婦別姓制度の導入を望む声が近年増加している。性同一性障害者は、戸籍上の性別と自身の生活における性別とが違う場合があるため、日常生活で提出する書類などでトラブルになることがある。この問題は、性同一性障害とクレ法ができて徐々に解消されてきている。半音名など、 入児の段階で性別が明確でない場合は、性別留保ができる。現在では、世界的に、戸籍制度のような欠縁婚姻単位の国民登録制度を持つ国は、少数派であり、主要国等では、日本、中華民国、台湾、香港のみである。第二次世界大戦後に、家制度は廃止されたが、戸籍制度は残ったために、地方自治体にも国民にも、 住民登録との重複業務となっている部分もある。戸籍部は日本国籍を有する者のほとんどについて、指名制年月日などの基本情報と結婚などの辞席が記載されており、行政事務で極めて重要な役割を持っている。戸籍は日本国籍を有する者の身分関係を証明する唯一無二の公的証書である。戸籍は和紙に印刷してあるが、以前は枠以外は、 手書きで書くか、和文タイプにより記入されていた。戸籍簿は、一人もしくは二世代を最大とする、複数人の生年月日、死亡年月日、性別、氏名、続き柄、血縁関係、婚姻歴、離婚歴、養子縁組歴などの情報が記載されており、戸籍の不評は、現住所と転居履歴が記載されている。この籍簿と同一の記録事項を、 一定条件の下で請求があれば、戸籍簿を管理している自治体、本籍地を所轄する自治体が公的証明書類として発行する。戸籍簿の電算化が行われる以前は、戸籍簿のコピー、コピー機の導入以前は、手書きによる写しに自治体の庁の公印が応印されたものが発行される。そして、これを戸籍当本という。電算化が行われて、以後は、 戸籍簿と同一の記録事項を出力印字し自治体の庁の公印が応印されたものが発行される。そしてこれを全部事項証明書という。戸籍当本及び全部事項証明書は戸籍簿に登録されている全員の記録事項が記載されるが特定の一人のみ抽出して記載したものをそれぞれ戸籍証本、個人事項証明書という。日本の戸籍は 日本国籍を有する人物のみが記載され、外国籍のものは日本国籍を持つ者の配偶者や父母としてしか記載されない。住民基本台帳は記載されているが戸籍は記載されていない人物、民意表がある、無戸籍者も存在しうる。天皇、皇族は一般国民のような戸籍を持たず、天皇、皇族の身分に関する事項は皇統府に登録される。 本因により、非皇族から皇族になった者は、戸籍から離脱する。天皇、皇族は、戸籍法が適用されていないため、住民基本内調法も適用されない。つまり、天皇、皇族は、戸籍も住民票もない。第二次世界大戦終結後の、第二本帝国憲法の廃止と日本国憲法の制定に伴い、1947年、 昭和22年に改正された民法と戸籍法及びすべての法律で廃止された家制度に基づく下記の概念、言葉、敵地位、法的行為も廃止され存在しない。嫁、婿、婦、宗徒、宗徒め、義父、義母、義祖父、義祖母、義兄、義弟、義子、義妹、実家、婚家、本家、文家、課長、内戸籍と次ぐ、嫁になる。 嫁入り、嫁にやる、嫁に出す、嫁をもらう、婿入り、婿になる、婿にやる、婿に出す、今回の席に入る。行政手続きは、行政書士、弁護士に依頼することができる。労働基準法により、労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関する証明を無料で取得できる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。